ジ散歩。イッサン、その歌手名がザ・パンプっていうんですけど、で、あのその歌がイフっていう歌があって、もしも君が一人なら迷わず飛んでいくさ。ああ、やぶ、グッドボイスでしょ。ちょっとあの、カジ散歩恒例のあの企画に移っていきたいと思います。さあ、タイトルコール、イッサをもっと知りたい10の質問。はい、今から、10の質問をしたいと思いますので、丸 or no。 So you ask the question? Yes or yes? Yeah, that's yeah. Okay. 日本でやってみたいことがある。 Yes or no? Oh, of course. Okay. 大好きな食べ物がある。 So... 休みの過ごし方が決まっている。 No. 自分はしっかり者だと思う。試合前のルーティーンがある。好きなサッカー選手がいる。うん。得点を取るために必ず意識していることがある。ガンバ大阪でうまいと思った選手がいる。仲良くなった選手がいる。日本での生活で困っていることがある。ラングシュ。じゃあ、一つ目、日本でやってみたいことがある。 Discover new places, I think, because there is so many things to do, like example、Osaka Castle, which is, I have not been、yeah, so many good places. 大阪城ね。 As well, some of the Japanese food, traditional food. そうな、なるほど。二問目、大好きな食べ物があるっていう。たこ焼き。たこ焼き。もうたこ焼き、ククルのたこ焼き。Yes, I've been eating. Yeah. There's many I like. あ、美味しかったですか。たこ焼きの他にお好み焼きもありますよね。たこ焼き、お好み焼き、焼き鳥。一番好きな食べ物は。Maybe now I like うどん。うどんでもいろいろ種類があるじゃないですか。Yeah, I think うどん。Udon is good because it's also you can eat it often after training. It can be healthy food. Also my kids' favorite food. So it's. 子供ね好きね。I tell them the Japanese spaghetti. So. これでも本当は休みの時の過ごし方が決まっているとかで決まってないんですか。No. 家族中心。Yes, exactly. So normally my day off is middle of day, like Tuesday, Monday. So when my kids at school, I just go out and eat with my wife in lunch.おしゃれそうやな、ランチな。Yeah, well, as well, can be one of my teammates. He's not. でも別に。いや、なんかオープンテラスになんかサングラスペッてかけてですね。Yeah, enjoy the weather, enjoy the nice weather. 天気をね、楽しみながら、お兄さんも楽しみながら。Say happy wife, happy life. Say happy wife, happy life. カットです。いつもリポートしてしまう。現役時代と今のこのコーチング業っていうのはどうですか。どっちの方が大変ですか。両方大変ですね。両方大変。両方大変です。ただやっぱ自分がプレーしてると自分だけでこう、うんうんうん、自分一人、まあ、家族もいるんですけど、はい、自分のプレーがこう返ってくるというか、うんうんうん、それが多いんですけど、それ以外のことというか、うん、もっと全体をマネジメントしたり、うん、いろんなものを考えるといった意味では、うん、コーチの方が難しさあるかなとは思います。うん、こう将来的には今そういうアンダーカテゴリーの、コーチを扱ってというところで、将来的にはこの児玉新太という人間はどこに向かっていくんだろうなっていう。今のところ、うん、このコーチとしての、うん、道を極めたいなとは思ってますね。この先監督かっていうのは分からないですけど、今はこう精一杯というのもあるんですけど、とにかく極めていいコーチになりたいっていうのはあります。あの先輩の
橋本さんは日本一の監督ということをおっしゃってましたけども、じゃあ小玉さんは。そうですね、あの橋さんに雇ってもらえるいいコーチ。いや、わかんないですけど、うん、とにかく今は必死に勉強して成長したいなと思ってます、うん、じゃあ最後にガンバを愛するサポーターの皆さんに、選手ではなくまあコーチの目線で、はい、ぜひメッセージいただけますか。トップチームも頑張ってもらって応援してもらって、で時々、ジュニアユースだったりアカデミーの方にも応援をよろしくお願いします。いいサッカーが見せられるように選手と一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございました。そうですね、うわそれは、あ、でも自分はしっかり者だと思う。なんかこれ三角 Because organize some, in what sense? その辺がね、難しいよね、うん、なんか見た目はでも、なんか本当天然。I'm free, happy. Sometimes organized. ああ、なるほどね。Sometimes like that. Sometimes. So I like to be free. そういうことでは試合のルーティンはきっちりあるんやね。Yeah, of course I have a routine for matches because the day of the match is my favorite day. So that's my the day to show off, you know. That's so yeah. My routine is simple. Just listen to music, watch some football video, and just disconnect from the whole world, just focus on the game. へー、音楽は何だっけ？いろいろ？アラビック。local Tunisian music, which is rap, as well some R&B. ラップは刻めるんですか？イッサは。No, no. あ、そうですか。I don't have voice like him, so. いやいや、素晴らしいよ、声は。もう続きまして、これあ、でもサッカーのことに対しては多分日常は多分天然っぽいけど、サッカーは結構きっちりしてる。いやいや、that's for sure、yeah. それはもちろんね、それは大事ですよね。 that's really... 好きなサッカー選手が、まあ、いる。 Many, but if I will mention one, I would say R9 Ronaldo da Lima, Ronaldinho, Cristiano Zidane also. Zidane カジアキラも入ってこへんもんね。あなたのこと知らない。Too far. I need to see his video first. あ、そうやね。これから、ね、じゃあもう最後の得点を取る意識をしている。なんかしていることがある。I don't know how to explain it, but of course, I think every player has his own way of shooting, of putting the ball. I try to practice my technique daily and I try to develop it daily. So yeah, I have my own strategy, which is. じゃあ、ガンバ大阪でうまいと思った選手が。I think that one one of the best header, probably. And also his work capacity. So he's the player that he sacrificed a lot for the team. He's willing to run, you know. And of course, Takashi with his foot ability, with his technique, he's smart player. Ginta is also a solid player. So. なるほどね。まあいろいろちょっと聞いてきましたけども、もう聞きたいことはもう山ほどあるんですけども、ちょっと時間がないので、ピーチで得点取ってもらう姿見れることを祈ってます。Thank you so much. And, yeah. 今日はお疲れのところ。Thank you again and... ありがとうございました。ありがとうございます。呼んでくれて。いやいやいや。ですからね。少し押し返したい。橋本ジバリー、アミでブロックしながらシュート。長いですからね。少し押し返したい。橋本ジバリー、アミでブロックしながらシュート。ファンガラードからのラストパス、体を生かしましたジバリー。ビューティー&ユースユナイテッドアローズさんとの家事散歩コラボ企画となっております。しっかり選んでやっていいでしょ。いやいやいや、あ、ぽい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 、いい、かなり爽やかコーデですね。